2日ほど前にこのライカ Q2 のアップデートが来てたんですけど、なかなかね、バタバタしてて、実行できてなかったんですが、さっきダウンロードして、で、今これちょうどアップデート完了したので、実際に試してみたいと思います。今回のファームアップデートはどうも神アップデートらしい。いや、楽しみです。ファームアップデート完了後に一旦電源落として、今電源入れ直しました。でね、いろんなものがちょっと変わってたりするんですけど、まず設定してたものがね、一部を除いてほぼ初期化されていて、で、またちょっと簡単にセットはし直したんですけど、まだ若干忘れてるものはあると思うんですが、ちょっと分かったものだけ今設定し直したんですけど、一番びっくりしたのが、これ今動画の、設定にしてるんですが、動画のね、設定時、今まで Q2 での動画撮影って露出以外はもうオートで全然触れなかったのがね、これシャッタースピードが、2で設定できるようになりましたね。シャッタースピード固定ができるようになりました。この上のね、このシャッタースピードのここで設定するようになるんですけど、今これオートなんですけど、オートにすると、従来通りこうオートになるんですが、ここでね、西日本なので60分の1を普段よく使用するんですけど、60分の1固定に設定できるようになりました。わ、これはすげえな。さらに ISO に関してもこれ設定できるようになりましたね。今これオートになってますけど、ISO に関しても設定できるようになった。わ、これは素晴らしい。さらに F 値もね、これ設定できるようになってますね。今これが4。わあ、すごいな、これ。わあ、これは神アップデートだわ。だから、今までできなかった細かいね、動画の設定っていうのがね、できるようになりましたね。これ見てください。マニュアルになってますね。素晴らしい。動画機としても Q2、これから戦っていけますね。若干気になるのが、動画撮影モードと写真撮影モードの切り替えがね、今まではね、この真ん中のボタンを押すことで切り替えできてたんですけど、これがね、ちょっと無効になって、で、動画への切り替えっていうのがね、ここのメニューボタンを押すと、この画面上で、ここで静止画にするのか、動画にするのか、設定をしなきゃダメみたいですね。これはちょっと一手間あるな。で、これ今写真モードで、で、これで動画に切り替える効果。これで切り替えみたいです。ちょっとこれは手間ですね。どこか機能的に切り替えのね、ボタン割り当てできればいいんですけどね、それはないのかな。ちょっとまた調べてみたいと思います。せっかくファームアップデートが来たので、今日はじゃあこのライカ Q2 を撮って1日撮影したいと思います。